で自分が日常生活で最も使ってる機能がこれです。渋谷駅に着いたら教えて。はい、皆さんこんにちは。今回はこの Google のこのアプリの中で僕は一番使っているアプリを紹介します。それはどれかというとこの Google Keep、 このアプリなんですけど、これ簡単なメモとリマインダー、リマインダーというのは忘れたことをこう思い出させてくれる、そういう機能がついてますが、これがむちゃむちゃ便利なのでちょっと紹介したいと思います。で、この Google Keep のメモ機能なんですけど、まあ、写真を貼り付けたり、まあ、手書きをしたりできるんですけど、この一番使えるのがこのチェックボックスですね。はい、新しいリスト、はい、これがおすすめなのでちょっと使ってみます。まあ、例えば、まあ、学園祭、学校で、はい、やるときに体育祭で例えば応援係を決めたり、Tシャツですね、はい、お揃いの T シャツを決めたり、はい、こんな風な、まあ、簡単なリストを作っておきます。で、この体育祭に関するものですね、例えば応援係、はい、それから選手決めをこのようにスライドさせることができると。で、さらに文化祭は出し物決めとか T シャツとか、例えばこれ下をこのようにドラッグして上に持ってくることもできます。で、このリマインダーを例えば学級委員長に共有したいという場合には、ここの共有ですね、共有をクリックしてあげて、で、ここに学級委員長のメールアドレスを入れます。はい、で、これうちの学校は Gmail が禁止されて使えないよという学校でも、生徒アカウントの Gmail は入力ができますのでご安心ください。はい、これで保存します。はい、で、今こちらがまあ先生のブラウザーで、生徒の方にはどう見えているかというと、こちら、はい、生徒の方のキープを、はい、開いています。はい、そうすると先ほど先生が作ったこのリマインダー、こちら出ますので、これクリックして、例えば応援係決まりました、例えば出し物も決まりましたとすると、こちらこれ見てください、リアルタイムに先生の方に進捗状況が反映されます。で、この Google Keep、この Google カレンダーとも連動していて、ここにあるリマインダーのこの追加編集をクリックして、例えば翌週までにこれ決めなさいと。はい。はい、これで、はい、翌週に設定がされました。で、ちょっとカレンダーを見てみましょう。Google カレンダーを見てみると、はい、カレンダーを見てみます。で、カレンダーで、これ気づかないかと思うんですけど、ここに、はい、キープが実は出てます。で、これをクリックしてあげて、はい、そうすると、はい、ここに、はい、リマインダーがこう設定されます。はい、で、クリックして、はい、関連するメモをキープで表示ということで、カレンダーとキープがこのように連動します。で、この Google Keep なんですが、スマートフォンに設定するとさらに便利になります。ちょっと使ってみます。で、キープを開きます。はい、マイクをタップして、明日学校に着いたら花壇に水をやる。はい、これでメモが入りました。で、学校に着いたらこれ忘れないように、はい、これ一応タップして、この上のこのリマインダーですね、ここ、はい、これをタップします。はい、それでこの一番下にこの場所を選択とあるんですよ。はい、タップして、じゃあ学校着いたなんで学校編集、はい、ここで、はい、マイクをタップして、青山学院、はい、で、これ学校に着いたらなんで青山学院をタップして、これで保存します。はい、そうするとこれ位置情報を感知して、青山学院に着いたらこのメッセージを流してくれます。ただこれを有効にするためには、ここの Google Keep をロングタップして、ここのこのマークね、はい、これをタップします。で、ここのところでマイク位置情報、この権限、マイク位置情報あるので、ここタップして、この常に許可にチェックが入っていることを確認をしてください。はい、そうするとこれ学校に近づくとメッセージを出してくれると。
で、自分はどんな時使ってるかというと、結構ね、電車を乗り過ごすんですよ。音楽を聴いていたりゲームをしてると電車を乗り過ごすので、こんな風に使ってます。渋谷駅に着いたら教えて。はい、これでリマインダーで場所を選択。はい、でここで渋谷駅、はい、渋谷駅を選択して保存します。でこれでリマインダーが設定できました。ゲームとかこれ音楽やってて乗り過ごすことが多いんですけど、これ渋谷駅に着くとリマインダーが教えてくれます。着いたよと、それで降りられるというような使い方をしています。はい、いかがでしたでしょうか。この Google Keep、 カレンダーと位置情報で忘れていたことを思い出させてくれる便利なアプリなんで、ぜひ使ってみてください。それではまた。じゃあの。